さんこんばんは。今日も新曲にチャレンジしてみます。3月9日卒業シーズンといえばこの曲でございます。レミオロミ。今日も初めて初見でお届けしました。ピアノの上達には初見パッと弾ける、これが一番です。初見力を少しずつ身につけると、後ろ向きで猫踏んじゃった、自分の手を見ないでメリーさんの羊からキラキラ星から何でも後ろ向きで弾けるようになります。初めてできるととっても嬉しくって達成感を味わうことができます。何でもやってみよう、失敗やミスを恐れない気持ち、できなかったことができるからピアノは楽しいのです。それではやりましょうか。くるんたー。あら、あら、かわいいハトがいたわ。ハトさん、あなたのお名前なーに？あら、よく吠えた猫がいたわ。あら、かわいい猫ちゃんだわ。おって。誰でも褒められるとまた頑張ろうと思います。先生も
人間です。心から音楽は奏でるものです。メロディーも歌いながらフレーズ豊かに弾くのがピアノ上達にもつながっていきます。それでは最初はグッジャンケンポン。生まれたって3歳、5歳、7歳、シニアの方まで楽しく分かりやすく親切丁寧に曲に応じた音色に正しい姿勢。この曲はもうちょっと柔らかいタッチで手首を柔らかく食パンスライムおっぱけをイメージしてみてねなどと的確な指導をしております。それではまた。